Round one, fight!
はい、本日のデータの仕様をご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日開催の式に細道エントリーただいまカウンターの方で受け付けておりますので、参加希望の方でも、エントリーの方よろしくお願いいたします。Round 2!
Yeah!
Thank you.
Thank you.
Round one, fight!
Thank you.
さあ入ってますでしょうか。川島です、こんばんは。さあ本日の式の細道は8人そうですね、はい、あセロテープです。式の細道でちょっとしまして、大地さん準優勝記念大地さんね、ドカタさん準優勝記念ドカタさんね、ドカタさん準優勝したんで、はい、それをお祝いしまして、そうですね、式の新人ドカタさんが成長著しいということでそれをお祝いしまして、そう、ね、ドカタ記念杯。いやまさかね、初勝利からねいきなり準優勝まで上り詰めたという。いや決勝も結構いいとこまで、あれお相手かましみさん、ハックさんだ、ハックのキャミーだ。まあ、さあというわけでチーム戦で、はい、ワッピー側がヒロポンさんチーム、チームメイトが、金子さん、哲さん、ほぼ山本さんで、対して 2P 側が土方さんチーム、川島セロテープ大地さん。さあ 2P 側の先方が、おっと 2P が大地さんのメガネ、結構なんかやっぱコンボ練習はしてるっぽいですね。山本準備瞬殺されました。はい、大丈夫ですか。第1ベガ、まあ、一番器用なんでね、先ほど触れますけど、まあ、今のめり込まないホバーとか使えてる感じ、感覚ない。投げて、さあすぐそれを返した、背中、やめろ、背中壊し中盤、投げ返す、すぐそれ。スパコンがある状態でね、本当は策が強いですね。そうですね、うちのチームこれ次誰かちょっと考えといたらいいかも。あ、まあたまりキャラがいい、ヘイロンがいないんで、ナイスガード、投げる。いやこれね割と強いんで、結構強めの、じゃあ僕行ってきましょうか。あ、じゃあ行きますか、瀬戸さん。じゃあ、はい、じゃあ2人目は、さあ、あ、すいません、勝ったのはほぼ山本さんのチュンリーでしたね。負けてしまいました。さあ、しょうがないです、あのね、ごめんなさい。いいね。さあ、なんと瀬戸さん、ザンギか、セロテープザンギ殺しに来てますね。でもこれ、かぶせになってるんですか。いや、なってないです。なってない。けど、まあ戦えないことはないかな。なるほど、なるほど。これは、すげえ難しいですね。クラゲの処理がね、ですよね。さあ、テンションを潰したが、さあ、ここは、お、いいですね。大大。おー、うまい。これは20年残念に勝っていそうなバッチングラットですね。まあもう海開きも終わってしまいましたけど、まあチュンリー側はザンギが飛んだところの回復を間違わなければ、はいはいはい、ここも死ぬことはないです。なるほど。あとは読みでダブラリを出しているところに飛行剣を打っちゃうと、まあやばいかな、大変なことになってしまう。その前に感じとまた回復です。まあそれ以外は圧倒的にチュンリーがいいなんで、おお、上からかぶせていく。あれ難しいですよ。じゃあこれで1-1でございます。さあ、セロテープザンギ本気を出した。さあ、座るわ、金子さん。さあ、なんと金子くんが座っていや、でもね、これね、あのザンギ側は本田戦いっぱいやってるんで。なるほど、分かってる。本田側はザンギ戦あんまりやってないと。まあ、あのしょうがないですね、にわかはい、にわか本田今までの数はやってないが、強い行動は知っていると、まあ、知ってはいい。それをどこで使えばいいのかが、あれ、頭突きをね、頭突きをどこで出すか迷う込みですけど、若い場合は頭突き出しちゃっていいんですけど。セロテープザンギエフが、さあカード、あ
入れてもね、一歩間違えるとやばいんですけど。今走りましたけど、タイミングが読めない張り手がほんと強くて。なるほど。あと、張り手やってるけど出てない、あの、小パンとか中パンとか大パンとか。はい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 。強いですよ、実は。あの、ダッシュ飛んだやつが超強いと。そうですね。ああああれは、どっちなんですかね、今のは。いやー、今のはどうでしょう。まあ、ただの相模中パンだったの。小パンか。小パンこれじゃないですか。じゃあ中盤中盤は音が違うもんね。強いですな。さあずらしてズッキーズッキー。さあ年季の差をキャラ差はこのゲームは作ってないですね。いやーさすがにきつい。あああるあるあるよこれ。あるのか。はい、あるのか。なかったさあ、ホンダ相手に誰を出そう。これはあれですね、土方さんのエスケンで、あの、言っていただきたい。エスケンでお願いしまーす。さあ、かぶせにはかぶせで対抗。さあ、土方さん、エスケンで。さあ、ケンホンダは、ホンダ側がクソきついです。さあ、クソがつくほどきつい。さあ、野方さんが追い込まれているが、さあ、ひよらないで、さあ、波動打つ。さあ、なんか漏れて、さあ、ありて。さあ、落ち着きを取り戻せれば、ガンガンいけるはず。さあ、掴んで、じゃあ、ジャンプコキックから、さあ、昇竜。さあそのタクはいいのか、危ないぞ。さあ波動はいいよ、波動いいよ。さあ勝利、勝利っぽい勝利。やばい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 。さあ変な無双が全然機能しない。あっとこれは打ってしまう。さあ土方エスケン、さあ金子本田に対してさあ勝利点。さあそれで終わります。波動勝利点大足で終わります。勝利勝利。何もできない。さあ波動も抜けない。さあこれはお見合い。チュアシャドウ。さあこれが、ホンダとケンの戦いですね。ホンダ側は玉よけをなんとかいなして前を詰めてっていう戦い方しかできない。さあ出ていくのはヒロポンさん。さあ竜です。ヒロポン9対土方エスケン。ヒロポンさんは、まあ、リュウは結構触っており、対して土方さんはエスケンほとんど触っていないが、こちらはキャラ力のカバー。そう、ダイヤス使いし、あ、投げ。あ、ハドローなかなか打ってくれない。これは勝利、大勝利。ちょっと待って、おー遅らせ、しゃがみは言う足でしたけどね。昇竜拳、遅らせた昇竜拳になりました。さあめくりは当たらず。さあゲージを貯める。ワンチャンそれ大昇竜で落とされますよ。さあ真空溜まっているが、どこで打つ。さあ置き攻めは戦いぞ。受けちぃ。いや、ガード止まれている。はい、こんばんは、山本です。さあ、ダンギーは使ってしまいますね。ヒロポンさんの竜がやってそら、川島にやろうと。 DJ でね、川島ザンギーはダメですよね、これね。
ルール的に。じゃあ行きましょうか。ザンギダメ、ザンギダメ、川島ザンギはダメなので DJ、DJ、DJ 行っちゃう。川島 DJ 行っちゃう。いやー、セロさん1キャラ目からまさかザンギ使うとは思わなかったっす。じゃあ2キャラ目一体何を使うんだというね。そうですよね。山本もどうやらそう同じ考えらしいっすよ。そうですよね。お互いメインキャラから行っちゃったから次どうしよう。もう出すものがない。初ピーカーは出したのは川島 DJ。 いやー、これデキンまでありますからね、この DJ。 恐ろしいですからね。川島もザンギもチーム内で使われてもう一キャラ何なんだろうね。そうですよね。まああれしかないですけどね。いやー、まさかの。おっと、振り向きジャック。ジャックちゃんと見ていた。さあ2ラウンド目、開幕飛びからのジャックで落としていく。さあめくってダウン。お、ダヤシが刺さるぞ。2回連続で刺さった。あっと踏んで踏まされてしまう。おっと、ナイス昇竜。やっぱりこれはあれですね、昇竜の勝利ですよね。昇竜正義みたいな組み合わせですよね、これ。さあスパコンを使ってしまったから、おっと、ロケティア素晴らしいぞ今のロケティアは。さあジャックが入って、あー、めくられてしまう。投げて、見よってない、まだ助かった。さあここにゼロ、スライディングが刺さる。審議の結果、1P 目、1P チーム、ヒロポンさんのチームは、テツさんのバルログ。だいぶ揉めましたからね、今ね。そうですね、DJ、今やっとかぶせかぶせで一進一退なんですけど、はい、DJ というキャラはちょっと具体的なかぶせキャラがいないという。そうですね。まあ、どっちかというとこっちいるじゃないぐらいはいるんですけど。審議はダルシムバルログぐらいだ。私も結構いけてますね。あと竜もなんか竜有利みたいな話もなくはないんですけど、なくはないがやり方次第ですよね。さあそしてバルログの DJ は結構いけちゃう説が。ただ逆もまたしかりですよね。そうですね、これはまあ。さあ刺さる、爪が刺さる、今のいいぞ。さあ、さあ壁を背負った DJ からどうダメージを取るか。トシさんね、これね、オンラインデーなんでどれぐらい対戦してるかよく分かってないんですけど、動き見てるとそんな素人でもないぞというところですが、めくられてしまう。さあ初めて均衡が崩れました。そして出しちゃう。ここですね、出しちゃう。さあメインキャラのホンダ破れた金子ガイル。メインキャラのホンダ、そうですね、サブキャラのガイルで川島 DJ が止められるのか。ちょっと今語弊があるかもしれませんよ。さあ金子ガイル、これはちょっと止めれるかどうかってところですよね。準備でこうちょっと行きたいですよね、これ多分。さあめくりが見えない、ひよってない、まだ助かった。しかし体力差が結構ついてしまった。投げる、受け身があって、おっとサマーじゃない、おっとサマーっぽかったですけどね。さあいい飛びが通って、体力がしっかりカーニバルは見てたのですが、サマー勝負に行ったジャンプだったが、サマー待ちしていた。サマー待ち、最後はもう余裕ですね。そうですね、そこは何もする必要ないところで、投げ以外は OK って感じでしたもんね。
機はほぼ詰めてるって感じですね。さあソニックと、さあ一発のミスで取り切られたのは、おっと先当てたのは金子狩りの大志、最後しゃがみくらいなので多分間に合いましたね。ガード間に合ったんですが落とそうとしたか。さあ違し正面、さあ投げていく、投げていかなかった。この場合はガイルもきつい、これきついっすね。思い切って飛んでいった、しっかりガードしていた。さあこれはさっきと逆パターンか、投げた、裏切られた。なんだよ謎のジャンプ、くぐり投げ。さあ金子ガイル、いやー、さあここで次はサクロン出すのか、これはガイル厳しい、これはやばいぞ、出しちゃった、油断はできないぞ。これは完全にキャラ差がある。さあ投げる、三角飛びはためが間に合う。投げ返し、さあ画面端、惜しいとこいっちゃった、やばい。さあ今日はおっと釣られてしまう、危ない。お、さあオーバーヘッド、で初めだけ当たるやつですね。完全に裏へ回ってましたけどね、後ろにもちょっと判定がある。クリムク様、お避けて、おっと冷静、ちゃんとソニック見ている。さあ手前落ちにはソニック、かぶせにはサマちょっと高かったか。さあおっとテラ、あるのかこれ、あるのか、なかった、残念、飛んでしまった。いやー惜しかった惜しかった。さあ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 どうする。さあ揉めている、スピーガーが揉めている。さあ早くしないと、1ラウンド取られると、おっとまさかのまさかの、いやー時短が働いた、かわしいダルシムかぶせだ、時間が止まってしまう。だいぶ巻き気味で進んでいきますね、進行が。これはまずいな、ねえ、のんびりやろうと思ったら、なんか早くしろみたいなの言われたから、これ出さざるを得ないですよね。テンパって出しちゃいましたね、本当は使う気なかったんですけど、2戦入るしかないのかこれ、まさかそっちのチームバルログも使ってしまったので、弾がない、そしてしかもチュンリーも使ってしまった、弾がない。いや一応まだね、クロポンバイソンという荒技がまあまあまだありますけど、おおお、川島さん切っていったぞ、今川島さんの顔見ですけど、なんか大丈夫って、まあまあそうですよね、まだ1ラウンド目ですからね。これはでも安定してガイル勝つことは無理ですよね。そうですね、早く事故らせないといけないことが、まあ大きなところでいうと正面三段があって、それ一発利用なんて、まあ一回事故れば的なところはなくはないですけど、いやーその事故り方はなかなかしてくれない、正面させないですよね。でもそういう正面三段は上から立っているからほぼ死ぬぐらいです。こうなってしまう、そうですね、これはさすがに。さあ
1ラウンド目は果たして何だったのか。続いた立ち回りのカーション、ちょっと試した的なところはありますね。ちょ無理やり攻めるポイントとしてソニックの下を手がくぐった音、サマージいたー、おっとしゃがみじゃなくてタッチシューパーちょっと欲張ったか、投げですかね。いや、タッチシューパーキャンセルサマーか、しゃがみチューパーキャンセルサマーの出番入れはちょっと早かったか。なるほど。さあ、立ち回りで5分ぐらい、キャラさが5分ではすまない。さあ、いい勝負、いい勝負。飛べない、最後はシャガッパー、危なかったが、盛り上げるだけ盛り上げて、さあシムダルシム勝利。さあ続いて総力戦でいきましょう。ランピー側が出してくるのが、さあバルログは使ってしまった、チュッピーも使ってしまった。さああとはそうですね、いけそうなところというとベガとかバイソンとか、山本さんがエスケルという噂がちらっと、いや噂ですよ。さあさあ入っていくのが鈴木さんのベガだが、開幕から厳しいぞこれ。インフェルノガード、その後もつりもない。これはちょっとベガにナイトメアを上げないとどうにもならない。そうですね、カワシムのダルシムだとちょっとメインキャラ級じゃないと自己のセールがちょっと難しい。そうですね。さあふんわり自己らせることが、今日が終わってしまうのかこのまま。さあいいダブルになったんですが、いた、さあワンチャン、さああっと投げが入ってる。さあナイトメア持ってるからふわりと言ってしまった、ね、ふわり目の前落ちナイトメアが何か押し込んだ風だったんですが、そうですね。さあ打ち落としてた。さあ自動的にヒロポンさんの、さあリーダークレジットが、クレジットが今ないのでリーダーヒロポンのバイソンと思われます。ヒロポンバイソン、いやいやまだあるかもしれないですよ。さあやはりヒロポンバイソン、ヒロポンバイソン負けたら、あ勝ったらどうするんだその後。負けたら消化試合しかないぞこれ。まだ一応山本さんが結構いろんなキャラからキャラ選べますね。キャミーあり、フェイロンあり、そうですね、キャミー、ホークあり、キャミー使えれば何とかいけるかみたいな。そうっすよね、あと火炎の力を物に寄せるからね。そうっすね、ちょんまげがありますから、ちょんまげ作戦が、うん、いやーどうなんでしょう。まあちょんまげだったら誰しもちょっと、まだエッサガもありますからね。エッサガでは難しいっすよ、誰しも相手は。誰しも相手はエッスでも変わんないのか、結果として。変わらないんですけど、やっぱりかなりプレイヤー技能が必要なんですね。そうっすよね。さあヒロポンさんはあんまりカワシムダルシムとやったことないか。あーやはりスルー。さあリーチ、さあ山本さんが最後残されたキャラは、大将ほぼ山本ブランカ、対するはカワシムブランカですが、さあチームメイトが固唾を飲んで守っている。さあヨガファイヤー、ヨガファイヤー、さあシャガパン対空でリーチがかかったのは 2P 側チームドカタ、燃えてヨガファイヤー、フレイム
打ち OK で体力残り3割1割さあバックジャンプドリルあれはかなり厳しいさあ蚊についてこのまま終わりまで終わり終わ終わ終わさあゼロドットで手を離してしまったスポーツマンシップさあ e スポーツマンシップとしてちょっと恥ずかしい行為が見られましたがさ先ほどの試合は、カワシム、ダルシムが指名で終わりました。さあちょっと時間早いんで2周目もう一回やります。チーム替えして、さあ 1P 側は、金子チーム、土方さん、テツさんとセロテツさんの4人、A のチームは、ほぼ山本、大地さん、ヒロポンさん、カワシム。先方が、土方さんの S 剣とほぼ山本さんの S 剣なんと S 剣同キャラ、さあ 1P 土方さん 2P がほぼ山本さん、さあ色はほぼ同じちょっと薄いのがほぼ山本、さあ昇龍土方 S 剣がまず先手を打つ、さあ
かし波動で繰り返して波動くさあ波動めくり固定ですけど波動くさあ大きいでね波動くさあ飛んでいく波動く波動くダメ系なら今さあお互い同じぐらい昇竜くん昇竜昇竜飛び越して勝利さあ1本目はほぼ山本だはい波動拳波動拳での高さの先行おっとしかし切り返したのはほぼ山本波動拳波動拳さあ画面味どこかエスコースするぞおっしゃ勝利ぶっぱ波動拳波動拳波動拳さあエスケーケン大足振りに行きましたよねさあ山本さん昇竜拳打ってましたねさあ SK のにかぶせキャラっていうのはほとんどいないんですかいるかぶせと見える主なキャラはいない DJ ぐらいか DJ 誰しもぐらいかさあ、ワンピが誰が出るか迷ってさあ、セロテープさんが座ってさあ、あっさあ、エッサガを多分出そうとしてなぜかベガにカーソル合わせたベガ使ってる見たことあるけどなんかセロテープベガ対ホブヤモードエスケンさあ、しかしさあ、セロテープベガ意外と動けているさあ、うまいぞさあ、大きい攻めや小足を重ねるさあ、めくりだ当たったところ、反応できずに逆に投げられてしまう、はい、なんと、セロテープ系が1本取るさあ、ベガあるんだったね、これ普通にじゃないさあ、山本さんは距離を取ってさあ、いいですねいい戦い方これは当たらない昇竜さあ投げに行ったがここはガードはいなんとセロテープベガちょっと意外ですけどエッサガーより強いんじゃねえのさあベガに対してどうしましょうなんか玉割りのキャラがいるな、はいまあ、竜かDJ かさあヒロコンさんの竜さあ竜ベガベガが難しいですねただベガは飛んでワンチャンコンボが入れば即死があるそうですねできますかねコンボができるのかさあできなそうですね何も届かないあっと落ちゃったナイスファイヤーいやファイヤーだけで1点で全然やっぱ優ですよねしかし体力はかなり近いぞ危ない投げるしろ投げるさあ投げたのは龍1投目はありました今ああるんだ逆ですね言えば出るのかナイトメア口で言うと出るみたいな、ね、これ忖度なしでね投げりゃいいっすよアントビから投げて投げて中5数竜巻投げてそうそう投げてあと適当にあのたまに勝利でいいっすよ竜巻まああっと危ないよ死んだ真空死んだあのあれ真空じゃないが死んだ逆にナイトメア逆にねいやー無駄に力使ってしまったそのテープ真空に合わせてナイトメアを出そうとしたそうそういうことです生の波動拳食らってしまったそういうことにしようとしたさあ竜いけそうなヒロコン竜ガイ竜ベガガイ竜ベガダルシムチュンリーあ、まあ、これ難しいね鉄さんのチュンリーいけんじゃないですかさっきやったけどかなりですよ
かなり。ってね、実はそんなにこうダイヤ開いてないですよ、ね。そこまで。まあまあまあ。中年有利ではない。いや、俺もそう思ってます。ちょっと有利ぐらいですか。なんならゲージなかったら龍の方が有利みたいな。まあまあそういうシーンもあるでしょう。まあ諸説あるんでね、ちょっと言えないです。俺は6、4ぐらいで準備が有利ぐらいかなって感じですけど。あ、でもヒロポンさん殺し方分かってるな。ヒロポン龍がさあ、テツさんのチュッキーを、しかしテツさんちょっと先月出なかったくさいかな、さあ、なかったか投げしっかり受け身取っている。投げられちゃう。あー、テツさん受け身が欲しいところ。高めの大キック、クライマリア。さあ、交錯して、ダメ足、ダメ足、あっ、投げる、めちゃくちゃ吸ったぞ。このチュンリーに勝てる人、うちにいるの？中盤。さあ、大キック。いるか。投げに行ったところ、暴れている、投げて。持ってる。さあ、変なキックが出て、しっかり落とせるかどうかですね。うわ、読んで、あーっと、相打ち、ロケッティアタイプ。さあ、ヒロポン龍大活躍。さあ、このヒロポン龍に行くのが、アイディアなし。いやー、金子くんが何で行くのかな。金子剣龍、しっかりキャラを選んでいただきたいところ。無駄に、お、金子 DJ 初初見ですよ。まあ、ガイル使いなんでね、 DJ もまあ別なんで。さあ、ワンピー側はね、チーム変わりまして、セロテープと片金子、テツさん、次側がヒロポン、カワシム、リュウに対してはきついですね、DJ が。あっと、ミスったが、ごまかして、アニカ DJ、大パン、ベシベシと。次側がヒロポンリュウですが、ちょっとやはり、シンクで死んだ。今回きっちりシンク。やり方ですよね、やっぱりね、さすがの金子さんでも。そうなんです。めくりはガード、投げに行ったところガードスチール。これは強い、謎のマシンガン。遅れちゃいましたね。やばいスライディングだ。今のはもう発覚でしたね。ジャンプ中 B。 あれ削り加工になるんでしたか。反則ができてればそうですね。昇竜出てても後ろからエアスラッパーで竜巻で逃げ出した場合には、ジャンプ中継に大抵か相模大パン仕込んどくと竜巻竜巻見えづらいワードシル。あっと、よくあるボケでされ、ね、無敵時間がちょっとあるんで、あーっと、めくり殺しきった。コパコパコパ、最後出たかどうか怪しいが殺しきった。怪しいな。さあ、あ、これ、これだね、俺の出番かな。お、来ました。はい、お、ついについに来ましたよ。さあ、シムザンギ、これはあの伝説の組み合わせですよね。あんまりでも終わりとできたことはないんですけどね。マイルできればいいが、さあ、はめていく。っていう手段がありますからね、ザンギ。うまい、今のダイヤスタイク置いてある形。さあ、ダブルアイルン先っぽが当たっている。
左は長いぞっと。さあ、ヒストダイエット、おっとカーニバルも潰す、もんでいく、フライもみ、さあこのザンギを倒すホンダは誰だこのザンギを倒すのはやはりホンダなのか。ガキなんかいいよあの実費です、すいません、実費でお願いします。2周目なので、負けたらごめんねって、ちょっと奇跡、星に走ったぞ。さあ無慈悲なセロザンギ、無慈悲なセロホンダ、しかし先ほどセロザンギは勝ってますからね、ホンダに、金子ホンダに、その逆もあるかも。やばいぞ、やばいぞ。さあヒット、バズられますか。あ、タコ様がやってた、ボンバーあれ、タコ様様様までありますからね、タコ様さんまでありますからね、これね、様ちょっと不思議な攻略してますからね。いやー見応えしていく、さあまさかのガイルがいる、まさかの、そんなキャラいないはずだぞと。さあスーピーチーム、大地さんのガイル、ガイルは全ての基本ですからね、はい、危ない危ない、さすがのガイルといえどもちょっと接近戦は避けたいぞ、ホンダ相手に接近戦は危険すぎる、ソニックでなんとか距離を取るしかない。やばい、画面外れやばいぞこれ、刺さっている、まだあるぞ、百裂削り、やばいぞ、開幕様、あーっと中足出したから食らってる感じだぞ今のは。あーっと足元をかえてしまった、セロモンド連勝、
あ出ていったのはほぼ山本さん、はい、準備さあセロモンドセロモンドホンダがさあ割とやりおるバックに与えるバックさあ長いくさあバックジャンプいいよさあこれは圧倒的めくりからさあここはテンション振り向いて出ましたさあセロマンドがなんか叫んでますよ開幕はなんてことないですけどさお腹で突っ込んでいくあ次はなんだあれさあ何も勝てない勝てる技がほとんどないさあバックジャンプ中継バックジャンプ中継踏みつけ踏みつけさあ抱きしめてアウトめくるにいけたんだがちょっと早い闇ダイヤって言ったところは投げられてさあセロテープホンダ踏んでしまいましたさあ山本中継がラウンド1さあ次はテッツさんのさあバウロー順2枚のいい勝負ですがめくりにあれは投げられてもいいなぐらい
さあここでスピーチーム選んだのは毛がある方だこの組み合わせまたかと。さあ、カワシム DJ、 思うんですけどカワシムザンギより嫌な人は嫌なんじゃないですか。わかんないところですね。端っこが厳しいぞ。まあお互い端っこ厳しいですけどね。セロテープ本座的に言うならば DJ のようですね。テープ本座的にはね、はい、セロテープ残業的にはガイルですよね。そういうことね。論点がずれてましたね。そうですね、そういった意味ではそうですね。で、まあキャラによるみたいなところはあるんじゃないですか。さあドンピシャ、キャラキャン、しかし追い打ちがなかった。中足でドンピシャでしたね。画面が引っかかってるからジャックは引っかかったような範囲の方ですね。さあ伸び伸び削っていく、伸び伸び削っていく。さあさあ ここはちょっとあれっすね、最初1キャラを無駄に使ったセロさんも悔やまれるところだ。まあ無駄死にではなかった。いや無駄じゃないでしょ。無駄死にではないです。あれちゃんとエスケン対策でベガにしてたんで無駄じゃないですけど、はい、ちゃんと仕事はしたってことですね。仕事はしましたね、はい、さあ入っていったのか土方龍。さあ最近メキメキ強い。ピンチを救ってくれるのか、スーパーヒーローとなれるのか。さあ課せられたノルマはあと3人まあバーッといっちゃいましたよ。大丈夫、半分減らして新球持てば。さあノルマまであと体力なら。ナイスガード。危ない危ない。あー上見ていきましょう。上もう ガード禁止で。そうですね、地上はいいです。よし、よし、地上です。ナイス、しこみ立つ。おー、しこ立つ。さあしているぞ。やっぱいい循環するんですよね。タイムリードするとゲージも溜まるみたいな。そうですね。さあ上出るよ、上出ている。バツバツ打ち込んでるよ。こたつができる。投げる、壊し壊し歩いて投げ。さあさあこれチームの勝利はだと2人半。あれ戸方さん大将ですよね。大将ですよ。なるほど、大将戸方龍。はい、飛ぶ、落とす、四股立つは。さあっと投げられる。これは出る勝利。さあ見せてやるぞと。しかしちょっとこれだけで勝てると。投げる。さあじゃあさあ土方流快進撃どうなるか。さあ入っていくのがスピチーム大地さんのバルログ。勝来た、勝来たぞ。さあバルログ、ラウンド1ファイト。さあ昇龍が無駄なところを見せやれ。昇龍頑張って出してみよう。バルログなんかには基本地上で行ってちょっと3発拾っていく。おっと、ちょっと引くぞ。危ないピオリッチ。あー、ダイゴスに出ていったのか。ケアがざっくりさせた。うわ、マジか。歩きダイゴス、うわ、昇龍いかれた。めくりくり立つからおい、あゆうちか中間調子。なにシャガ中体育なに外足じゃないでほうが憎い感じ。わ、昇龍拳出ていたか。しかし昇龍拳なんて無意味な表が突き刺さる、無慈悲に突き刺さる。ナイス表、ナイス表ループ。
け置いてある。しっかり台形対空バンジケース。これはどうする。いやー刺さってしまった。さあ勝利したのはツーピー。第一バルログでとどめさせた。きっちりとしたキャラさを押し付けていく。さあ本日これでね2セットやりましたね。ということで今日あれですね、ドカタ記念杯なんですね今日ね。そういえば団体戦ドカタ記念杯、すいません私が把握してませんでした。今日のお題目がドカタ記念杯だったということで失礼いたしました。ドカタ竜はあれっすね、でも相当ですね。いやなかなか本日なんかね、大将を任せるに十分な、はい、まあそうですね、はい、まあまあ今日1回目はドカタチームの勝利ということで、はい、ですよね、はい、まあ、前回も準優勝なんでね。そうですね、きっちりとね、このぐらいが関根山。そうですね、はい、しかしやっぱりね、やっぱりというかなんというか、はい、さあここで暴れ足りない川島が、まあ、なんかあとあれですね、2時間ほどでエクサーの締め切りが、締め切りなんです。あ、ケツさん、そういえばエクサーのチームメイトを探しに来られたとか来られてないとかなんですけど、まだエクサーエントリーしてない方おられます？あと2時間弱あります。エクサーエントリーしてない方って、あと探せば大地さんとかしてないんですか？大地さんエントリーしてないですかね。ドカタさんは、ドカタさんエントリーしてない。そもそも出るかどうか僕にはまだ荷が重い。なるほど。いや、エクサーは一番敷居の低い大会ですよ。そうっすよ、初級中級者限定大会と。優勝者は参加権利がなくなってしまうんで翌年には出られませんと。出ればいいじゃない、出ればいいじゃない。すごい他人事ですけど今なるほど、なるほど、なるほどですね。出ればいいじゃない。そうですね、あれセロさんは、はい、エントリーしてましたっけ？してないです。ほら、いた、いや、いた。僕ちょっとちょっとあれ書くんで、ちょっと一応チーム制限いろいろあるんですよ。はいはい、先祖の遺言みたいなので。なるほど、はい、誰とでも決めるわけではない。なるほど、なるほどですね。1ラウンドだけはね、苦しめるって言われてましたよね。ちょっと違うんですけど、まあ最近そういう言われ方になりましたね、こういうもんさんにね。はい、そっか、どうするかなってことは、今日該当者がこの中にエクサー参加権利があって、我こそはという人間がいないということになってしまいますが、命令中田さん出なさい。ドカタさんでもいろいろ事情もあると思いますね、プライベートな、はい、まあ、そこは ねやんわりと、まだ1時間45分、そうですね、いろんな過激が行われて、はいはいはい、ですです。ちょっとね、ツイッター見てみると新しい参加チームなんかもね、そうですね、エントリーされてる可能性もあるんで。そうですね、あ、ありますね。そうそうそう、だからジャップさんとかも昨日確かに大山ニュートンでお会いしたんですけど、あれですね、エントリー一人でされてましたよね、アッセン枠、ね、でもアッセン枠だとあれですね、当日枠になっちゃうんで、そうですね、どちらかというと本戦に出れる確率が下がっちゃうんで、次元取り可能であればした方が優勝に近いかも、そっか、フェクさんもまさかエントリーしてなかったと思わなかったな。川島さんは出れない、権利はあるけど出れない予定がある。なるほど、ヒロポンさんとかもね、ヒロポンさんでも試合とかあんまり出てないですよね。なるほど、あ、いや、夕方エントリーした方で最後かな、ツイッター上は。いや、ないですか、うん、システム上まだ受け付けられてる可能性もあるんですけど、ちょっとそこまでは見えないんで、一応ツイートしてもらってる分に関しては最後があれですね、小江戸さん、あれ、小江戸さんもあれっすね、一人ですね。
そうですね。最後が小江戸さんですね。知ってるのかなかった。チームとしては27チーム。最後が、カニバルさんと森田さん。27チームということは、54人ってことですね、今のところ。多分。エントリーされてるのは。まあ、あれですよね。いろんな方がね、エントリーされてますけど。そうそうそう。哲さんね、まさか拾ってくれる人いなかったとは。さあ、連呼構わないですよね、全然。席立たなくてもいいですからね。別に。タイマーしたければしてもらっても構わない。さあ、というわけで、エクサー本戦は、次の休みの10月13日日曜日、南浦和ビッグワンセカンドにて開催と。まあ、あれですね、事前エントリーできなかった方も当日、わけがありますんで、明日エントリーしていただいて、エントリーするのかな？ちょっとホームページの方を見て確認していただきたいです。10月13日、南浦ビッグワン。当日、参加の方の、集合時間とかもホームページに確か書いてあったはずなので、確認していただいてと思います。13日の日曜日ってことは、あ、来週だ。来週じゃないっすね。3連休の真ん中だ。あ、なるほど、もそういえば、予定が入るとか入んないとかだな。そうですね。ちょっとこれから調整の方がいると思いますんで、一応こんなもんでいいですかね、今日。そうですね。一応はいですね、その後、はい、日曜日に小物道があって、ドカタハイの結果はすいません、ツイッターで追ってあれします。はい、前にしたかどうかはっきり僕も覚えてなかったんで、はい、チーム構成勝ち負けとかね、多分画像でツイッターでありますんで、すいません。あと今月イベントとしては、まあ6日、はい、今度の日曜日に小物道、はいはい、小江戸さんと福山さん、福山龍ですね、小江戸ベガと。その翌週13日がエクサーですね、南浦ビッグワン。そうですね。でその後、その翌週20日に、はい、ジャイアンさん主催の、あ、アニコレイベント、これ中野レッドブルで、ジャイアンリサイタ ル, リサイタルオフライン、オフライン、なるほど。普段オンラインでやってるやつはオフラインでやる。これあれですよね、瀬尾さんとハジさんとか。そうですね、エキシビジョンがカメラ屋さんとマックさんとか。そうですよね、すごい、ね、見に来るだけでも楽しくて、で見に来るだけなら無料なので、はいはい、中野のベッドブル、ね、行ってもらえればフラッと行って、まあちょっとだけ見て、うーん、ちょっと予定あるよみたいなのも、ありがありと、もう雰囲気上げ楽しんで、入場無料なんですか。はい、雰囲気楽しいですね。そうですね、あらららら、ちょっと会場引き取るところの関係で、はいはい、参加選手にはエントリー費払っていただくんですけれども、グリブ込み込み、なるほどなるほど、な感じで見るだけも OK ということで。そうですね、なんで日曜日3週にわたって X 関連のイベントが、なるほど、続く感じですね。これは素晴らしい、あれですね。そうですね、なかなか詰め込まれてる感じですね。秋の、ね、ま、はい、三大祭りの、あ、違う、日本三大祭りです。三大奇祭。はい。奇祭。奇祭ですね。で、X 祭りもありそうですよね。はい、こんな感じで、はい。いろいろとありますので。そうですね。ちょっとね、まあ、もし興味のある方は今からでもねっていう形で出ていただけると思います。はい、ですね。いやー、そうなんですね。はい、はい、こんなところですかね。はい、はい、今日の配信は、あ、ごめんなさい、マイクはこれぐらいで、私山本とお疲れ様でした。お疲れ様でした。失礼いたします。